こんにちは、たびにゃんです。今回はリクエストをいただきましてありがとうございます。いいお天気だったんですが、突然の稲光、びっくりしました。4月13日スタートの特大ジョッキパフェなど4種類の白桃スイーツが登場するというので、このジョッキパフェをいただいてきました。すごい美味しそうですね。白桃がたくさん乗っていて大感激です。これは缶詰の桃ではないことは確かです。それではいただきます。こんなに大きなスプーンがついていました。ジョッキパフェにふさわしいスプーンです。おいしい。この生クリームがふっかふか、濃厚でコクがあってしつこくなくって、どんどん食べ進められます。このね、白桃なんですけれども、すごくみずみずしいんです。スーパーで桃を買うと硬かったりまだ早かったりするんですけれども、これはちょうどいい食べ頃の桃がたくさん乗っていて、これで1320円って安すぎませんかって思うくらいです。このジョッキパフェなんですけど、私にはとっても無理だわと思って食べることがなかったんです。今回ね、リクエストをいただきまして、このジョッキパフェ一回頼んでみようと思ってびっくりドンキーに行ってまいりました。そうしたらね、このジョッキパフェ、生クリームの下はバニラアイスがあって、そのバニラアイスの周りはソフトクリームなんです。そして食べ進めていくと、下に桃のゼリーなんでしょうかね、そしてスポンジ、なんかすごくふわふわするシフォンケーキみたいなスポンジも入っているんです。いろんな味が出てくるので全然飽きることがなかったんです。そして今ね、ゼリーとコーンフレークでしょうかね、カリカリサクサク食感のコーンフレークも出てきました。どんどん食べ進んでいくと、一番下の方は杏仁豆腐みたいで、もっちもちの白玉団子も3つ入っていたんです。ホームページを見てみたら、白桃コンポートや北海道ソフトクリーム、シフォンケーキ、そして杏仁豆腐、白玉団子、たっぷり入っていますという記載がございました。ジョッキの下の方に白桃も入っていたんです。生の白桃ですごく美味しいんです。ここは果物の専門店ではないのに、なんでこんな食べ頃の美味しいものをふんだんに使ってくれるんだろうって、本当にこのジョッキパフェは食べられないと思っていたんですけれども、中にいろんなものが入っているので味変になって食べ飽きることがなくて、誰でも食べられるんじゃないかなって思いました。今年初めて生の桃をいただきました。とっても美味しくて、私には無理だわと思っていたんですが、全然食べ飽きることがなくって、あっという間に完食できました。このあとやっぱりハンバーグ食べたいなって思って、今白玉食べたところなんです。この白玉ね、すごいもちもちしていて、冷たいものの中に白玉入っていたら結構固くなってしまって当たり前と思うのに、すごいもちもちの白玉が3つも入っていて、とっても美味しかったです。この後もね、お食事系いただこうと思って、これも新商品なんですって、サクサクジュワッとメンチカツみたいですね。今回はメンチカツカリーをいただくことにいたしました。カレーってね、大好きなので、メンチカツとカレーのコラボって最高だろうなと思って、ご飯は普通盛りにいたしました。美味しいです。そしてこのサラダも、大根と人参とレタスでしょうかね、千切りになっていて、
ミニトマトの下はマヨネーズっぽいソースが乗っていて、その下にはドレッシングもかかっていて、さっぱりして美味しいサラダなんです。シャキシャキして、こういった細切りにしていると食べやすいなって思いました。こちらは2022年6月1日から7月12日までの期間限定で、メンチカツディッシュ一つのお皿にメンチカツもカレーもサラダもライスも入っているので、とっても食べやすいなって思いました。このね、メンチカツすごいジューシーなんです。そして衣はサクサクで、カレーはすごくスパイシーなんです。メンチカツね、アップで見ていただいた方がよりジューシーさがわかるかなと思って、メンチカツのアップでご覧いただきました。びっくりドンキーは北海道札幌市に本社がある株式会社アレフが展開するハンバーグレストランなんです。本社は東京にあるんだろうなって勝手に思っていました。今回のね、このメンチカツなんですけれども、メンチカツディッシュとメンチカツカリーディッシュとメンチカツおろしポン酢ディッシュと3つあるんです。いつものハンバーグパテに生パン粉の衣をまとわせて、サクサクっとした食感とジュワッとあふれる肉汁を楽しめるメンチカツのディッシュ、こちら3つ新たなラインナップとして登場しております。メンチカツディッシュは人気のオリジナルのハンバーグソースがかかったメンチカツディッシュに、醤油ベースのソースがお肉とご飯によく合う一品になっていて、メンチカツカリーは今いただいているスパイシーなカリーが何とも美味しいディッシュです。メンチカツおろしポン酢ディッシュ、こちらはね、大根おろしと高知産の柚子果汁を使ったポン酢がかかったさっぱり仕立ての和風仕立てになっているそうです。これからね、夏暑くなってくるとさっぱりしたおろしポン酢美味しいですよね。あらかじめお電話で撮影の許可をいただいておりましたので、一番奥の目立たない席、しかも照明が上から当たっていて影にならないいい席に通していただきました。ご配慮いただきましてありがとうございます。感謝いたします。ジョッキパフェだけでもうお腹いっぱいで何にも食べられないだろうなって思っていたんですけれども、甘いものを食べるとやっぱりしょっぱいものも食べたくなります。このメンチカツのカリーもすごくスーパーシーで美味しくって、メンチカツは中がとってもジューシーで、衣はサクサクで、あっという間に完食いたしました。ごちそうさまでした。ピーチのジョッキパフェとメンチカツカリーディッシュで2425円でした。最後お会計をお願いしようとしたら、会計はすべて機械での精算でした。外に出ると雷雨は収まり、曇り空になっていました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。気軽にコメントリクエスト、グッドボタンご登録をお願いいたします。また次回お目にかかりましょう。バイバイ。